中国、ウイグル不妊手術は自主的に自主と言い訳し批判さと民族浄化を否定。先日、中国政府系シンクタンク、中国社会科学院の研究機関が、ウイグル族に対する強制的な不妊手術について、ウイグル族の女性は自ら望んで不妊手術を受けていると主張する文書を 発表してししてままいましたこの文書では「宗教的過激派やテロ主義国家分裂主義の影響により計画超過や婚姻に基づかない出産が多発していた」「管理や宣伝を強めた結果民衆は自分に合った長期的避妊措置を自ら選択し無料の手術を受けている」となっておりまして。 まあこの文書の管理という部分が実際には脅迫だと見られておりますがまあこの中国政府というか中国共産党はまあこういったぬすっとたけだけしい主張を行い民族浄化を否定しまあさらに正当化してしまっておりますけどもまあそもそもの問題として現代において否認の手段は 複数ありますので、手術を行ってまで否認する必要はございません。現在、中国政府がこういった不妊手術を受けるように、ウイグル族の女性を脅しているとの証言が複数出ております。また、中国政府は現在 COVID-19 を悪用して、 ウイグルに対して都市封鎖を実施し、飢餓を発生させ多数の死者を出しているようでございますが、また先日中国政府はウイグル族だけではなく、モンゴル人に対してもモンゴル語による教育の中止を宣言し、大きな反発が広がっております。まあ、こういった動きを見てしまいますと、中国政府、中国共産党による 民族浄化はさらに激しさを増していると言わざるを得ませんので、日本政府には中国に対し批判だけではなく制裁を実施していただき、また、こういった中国による、中国政府による、中国共産党による人類に対する犯罪行為が続かないように、世界中の国々が 中国に対して制裁を実施できる環境を速やかに整えていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。